ビルヘルム・マルシャルはドイツ海軍の軍人。最終階級は上級大将。アウクスブルクに生まれる。1906年に海軍兵学校に入校。第一次世界大戦では戦艦クローンプリンツ・ビルヘルムで勤務した後、1916年から潜水艦長となる教育を受け、潜水艦 UC-74 号、潜水艦 UB-105 号の艦長を、 歴任した。UB-105 号艦長の時に、プールルメリット勲章を授与された。バイマル共和国海軍では、測量士官や参謀将校を経て、1934年11月から、総交艦アドミラル、シェーア艦長を務めた。1936年に少将に昇進し、海軍作戦部長に就任。同年勃発したスペイン内戦では、 沿岸警備に従事するドイツ海軍部隊を指揮。1938年に、中将、1939年に、海軍大将に昇進し、艦隊司令官に任命された。同年11月23日のフェロー、初等機械制や1940年6月の有能作戦で戦艦部隊を指揮する。第二次世界大戦中の1940年夏から2年間海軍。 教育総監となったが、しばしば艦隊を指揮することもあった。1942年に、フランス方面、ついで西部方面の艦隊司令官に就任。半年後の1943年2月1日に、海軍上級大将に昇進した。しかし、半年後、独断で艦隊を転進させたことを問題視され、A 空母を撃沈する戦果を挙げていたものの鋼鉄。 海軍を退役した。しかしすぐに復帰してドナウ川方面司令官となり、再度の退役を経て、西部方面の艦隊司令官の在任中に終戦を迎え、1945年から1947年まで捕虜となっていた。西ドイツのシュレースビヒホルシュタイン州メルンで死去した。ありがとうございます。